ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、私、今までハロウィンパーティーに行ったことがないんだけど、今年のハロウィンは思い切って仮装して渋谷に繰り出してみようかなと思うの。いいんじゃないか。くれぐれも事件に巻き込まれないように、気をつけてな。ハロウィンはみんなが楽しむ日でしょ？なんで事件に巻き込まれるのよ？いや、実はハロウィンの日に悲劇が起きたことは少なくないんだぜ。そうなの？みんながみんなハッピーな日だと思っていたのに。どんな出来事が起きたことがあるの？よし、じゃあ今回はハロウィンで起きた、とんでもない事件4選を紹介するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、2018年の、ハロウィンで起きた、軽トラ横転事件だ。読んで字のごとく、軽トラが暴走して横転してしまったのかしら？いや、10月28日の午前1時頃に、人波でごった返すセンター街を走行していた軽トラが取り囲まれ、暴徒化した群衆に横転させられたんだ。やば。そもそもなぜ、軽トラはそんなところを走っていたの？運転手曰く、道に迷ったそうだな。よりによってそんな群衆に迷い込むなんてついていないわね。身動き取れなくなるでしょう？ああ、軽トラックが立ち往生していると、軽トラの荷台に、周囲の人たちが乗り込み始めたんだ。荷台では、お立ち台のように騒ぎ出し、軽トラの運転手は、仕方ないなという表情になっていたそうだな。みんな盛り上がってるし、水を差すのも悪いと思ったのかな。それどころか、この出来事を撮影した動画だと、運転手も、乗れ、乗れ、と荷台に乗ることを煽っているんだぜ。一緒になって楽しくなっちゃってるじゃん。ところが、その後人数が増えていき、軽トラ全体に人が乗っていったんだ。軽トラを横から揺らす人たちも出始め、次第に揺れが大きくなり、横転してしまったんだぜ。ヒートアップしすぎよ。運転手は無事だったの？運転手は倒れる前に避難していたそうだから、怪我人は出なかったぜ。だが、調子に乗って倒れた軽トラによじ登り、上で踊る人もいたそうだな。普通そんな状況になったら引いちゃうと思うけど、もう何でも楽しいモードなんだろうな。運転手もここまでやられるとは思っていなかっただろうね。ああ、運転手は警察に通報し、警察官が駆けつけて群衆を止め、人だかりをかき分けてトラックを誘導したんだ。その後、軽トラの運転手は被害届を提出し、渋谷署が器物損壊容疑で捜査を開始したんだぜ。けどさ、現場は人波でごった返していて、仮装して動き回る人も大勢いたでしょ？そんな中から特定の人物を探し当てるなんてできるのかしら？群衆の中に散った容疑者を特定する決め手となったのは、街中に設置された防犯カメラや、現場にいた人々のスマートフォンの画像だぜ。現場の画像があれば容疑者の外見の特定は簡単か。ああ、あとは移動方向にあるカメラの画像を次々と辿っていくんだ。リレー方式で足取りを追うのね。そう、さらに IC カード乗車券の履歴や聞き込みの情報とも組み合わせ、路上から駅へ、駅から自宅へ追っていき、事件の約2週間後には、容疑者特定に至っていたというぜ。気になったんだけど、容疑者を特定するのに、どれくらいのカメラの映像が使われたの？渋谷を中心に警視庁が設置している防犯カメラや、民間のビルや店舗にある防犯カメラ、合計約250台の防犯カメラの映像を回収したというぜ。街中カメラだらけだね。これは迂闊に悪いことはできないから防犯を考えればいいけど、何か監視されてる気分にもなるわね。結果、警察の映像捜査により、際立って悪質な行為を働いていた男性4人と、この出来事に関わったとされる11人を一網打尽にすることができたんだ。警察のこの功績は、2020年に、東京五輪パラリンピックが迫る中で、暴徒は許さないという断固たる決意を見せつけた格好となったんだぜ。新型コロナの出現で延期、無観客開催になってしまったけどね。だけど今後の治安対策や追跡捜査に役立つだろうから、映像捜査の強化はさらに進めてほしいわ。続いて紹介するのは、京王線、小事件だ。これは何やら恐ろしそうな名称だね。これは2021年10月31日のハロウィンの夜、東京都心へ向かう京王線の電車内で、乗客が見境なしに襲われた出来事なんだ。電車内で襲われるとか逃げ場もないし恐怖だわ。どんな経緯だったの？夜8時頃、新宿に向かって走行していた京王線の特急電車の中に、緑色のシャツにネクタイ、紫色のコート姿で、アメリカの人気映画、バットマンに登場する、悪役、ジョーカーの格好をした男性がいたんだ。
普通なら怪しまれるけど、この日はハロウィンだから仮装に思われたんだろうね。そう、そしてジョーカーの格好をした男性は、3号車に座っていた72歳の男性にいきなり殺虫剤をかけ、刃渡り約30センチのナイフで胸を刺したんだ。ええ？刺された男性は無事だったの？傷は肺に達し、意識不明の重体となったが、なんとか一命は取り留めたぜ。この現場を目撃した乗客は一斉に別の車両に逃げたが、ジョーカー男は乗客たちを追いかけるように車両を移動すると、5号車で2リットルのペットボトルに入れた、ライターオイルを撒いて火をつけたんだ。これは早く逃げないと甚大な被害が起きてしまうよね。ああ、電車は本来は止まらない駅で緊急停車。乗客は窓からホームに降りて避難したが、男女16人が煙を吸うなどして負傷することになったぜ。みんな命は無事だったの？幸いなことに命を落とした人は出なかった。ジョーカー男は誰もいなくなった車両に座って、ナイフを持ったまま悠々とタバコを吸い、駆けつけた警察官に身柄を確保されたぜ。なんなのその余裕っぷりは。ジョーカー男は犯行の動機について、極刑になりたかった。二人以上命を奪えば極刑になると思った。ハロウィンの日なので多くの人が乗っていると思って、列車をターゲットにした、などと、供述しているぜ。なんて身勝手な動機。やっぱり映画の、ジョーカーに大きな影響を受けていたのかしら？ジョーカーに惹かれていたことは認めているが、同じく2021年8月6日に発生した、小田急線、小事件を参考にしたとも供述しているぜ。映画と現実社会で起きた出来事をハイブリッドした模倣犯なんだね。そう、さらにこの京王線の出来事を模倣した新たな事件が、約1週間後に発生したんだ。2021年11月8日に、熊本駅と新八代駅の間を走行していた九州新幹線の車内で、69歳の男が液体を撒き着火したんだぜ。この出来事で被害者は？幸いなことに人的被害はなかった。この件の犯人は、京王線で起きた事件の真似をしたと供述しているんだぜ。負の連鎖が続くわね。これら一連の事件を受け、国土交通省は鉄道事業者に対し、新規の全車両において防犯カメラの設置を義務付け、既存の車両についても追加で設置することを推奨する方針を固めたんだ。そして翌年のハロウィン期間に京王電鉄は、他の乗客への不安を煽らないよう、仮装での乗車はできるだけ控えてほしい、と呼びかけを行ったんだぜ。控えてほしいっていうか禁止でもいいと思うけどね。もう模倣犯が現れないことを願うばかりだわ。続いては、アメリカで起きた出来事を紹介しよう。1992年10月17日、ベイルイジアナ州バトンルージュの高校に留学中だった名古屋市の高校2年、服部義弘さんが撃たれてお亡くなりになったんだぜ。どうしてそんな悲劇が起きてしまったの？その日、服部義弘さんはホームステイ先の高校生ウェブさんと共に、ハロウィンの仮装パーティーに出かけたんだ。あれ？ハロウィンって10月31日じゃないの？この時のハロウィンパーティーは服部義弘さんを招くために通常のハロウィンパーティーより、早めに開催されたんだ。服部義弘さんは映画、サタデーナイトフィーバーで主役を務めたジョン・トラボルタに仮装して、タキシード、黒のズボン、シワのついた白いシャツを着ていた。ウェブさんは数日前にプールへ飛び込んだ際に首を痛め、ギプス包帯を巻いていたことから、頭や手足に包帯等を巻きつけることで交通事故の被害者に仮装していたんだ。その当時はまだ日本でハロウィンに馴染みがなかったし、きっとワクワクドキドキしていただろうね。ところが行く途中、二人は訪問先の家を間違え、ロドニー・ピアーズ一家の住む家へとたどり着いたんだ。その家にはハロウィンの飾り付けもされてあったことから、二人はそこがハロウィンパーティーの会場となる家であると思い込み、呼び鈴を鳴らしてしまう。するとピアーズは玄関先の二人を見て、不審者と勘違いし、弾丸を発射する道具を向けて、フリーズと警告したんだ。どういう意味？動くなを意味する英語だ。しかし服部義弘さんは、パーティーに来ました、と微笑みながら相手に向かって近寄っていったんだぜ。相手は危険なものを持っているんだから気をつけて。ピアーズは何度か、フリーズ、と叫んだが、変装した相手がその警告を無視して近づいてきたことで焦り、服部義弘さんを撃ってしまうんだ。え？服部義弘さんはどうなってしまったの？左肺を負傷したことでお亡くなりになったぜ。悲しすぎるわ。どうして、止まれと言っている相手に向かって行ったの？おそらくだが、プリーズと、聞き間違えたのではないかと考えられているぜ。プリーズには日本語で、どうぞと招く意味で使われる時があるからな。
そんな聞き間違いで命が失われてしまうなんて、ピアーズも本当に撃つなんてひどいんじゃない？そこはアメリカと日本の危機意識の差だろうな。ルイジアナ州はアメリカでも特に治安が悪いところで有名なんだ。そこで、ハロウィン当日でもないのに怪しい格好をした日本人が無断で敷地内に入ってきて、動くと撃つと警告してるのに、笑顔で近寄ってくる。ああ、ピアーズの立場になると、かなり恐ろしい気持ちだったのかもね。事実、刑事裁判では正当防衛が認められ、無罪となっているんだぜ。アメリカからするといくつもの不運が重なって起きた、事故なんだろうね。もし、アメリカのハロウィンに参加することがあっても、浮かれすぎは禁物だわ。最後にもう一つ、アメリカで起きた出来事を紹介しよう。霊夢、ハロウィンでよく聞く、トリックオアトリートの意味は知っているか？どういう意味？子供たちがお菓子をもらうために使っている言葉で、日本語で、いたずらか、お菓子か、つまり、お菓子をくれなきゃいたずらするぞ、という意味になるんだ。可愛らしい子供の脅し文句ね。果たして本当に可愛らしいかな？このいたずらの代表的な例は、生卵を投げつける、というものだが、どう思う？いたずらでも許せない。ぶち切れると思うわ。そうだろ？だがこのいたずらがきっかけで悲惨な出来事が起きてしまったんだ。1998年、ニューヨークに住むカール・ジャクソンさんは、ハロウィン当日の夜に恋人を車に乗せ運転していた際、10代の若者集団がいたずらでカールさんの車に卵を投げつけたんだ。これはいたずらの範疇を超えているわね。カール・ジャクソンさんはいたずらに抗議するため、車から降りたんだ。勇気ある行動だわ。ガツンと言ってやりなさい。ところが若者集団の一人、17歳のカーティス・スターリングは、弾丸を撃ち出す道具を取り出し、そのままカール・ジャクソンさんの頭部を撃ち抜いたんだ。はい？なんでこんなことで命を奪われなきゃならないの？実はニューヨークでは卵投げのいたずらから人を傷つけたり、命を奪ったりする出来事に発展するケースは少なくないんだぜ。ハロウィンは子供が楽しむ日かもしれないけど、何しても許されるわけじゃないよ。そうだよな。カーティス・スターリングには懲役20年の実刑が言い渡されたぜ。それでも少ない気がするわ。アメリカで子供に、トリック・オア・トリートと聞かれたら、お菓子を選んだ方が身のためだね。以上、ハロウィンで起きた、とんでもない事件4選を紹介したぜ。ハロウィンだからって浮かれすぎは厳禁だね。そうだな。楽しいのはわかるが、そんな時こそ我を忘れてしまい、よからぬことに巻き込まれやすくなるものだぜ。なんだかハロウィンに外出するのが怖くなってきたわ。やっぱり例年通り一人うちで仮装して、一人でパーティーしようかな。毎年そんなことをしていたのか。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。